今ここ、まだここ、ずっとここ。母がでも、アホになりたくなったら旅に出る。ゆっくり歩かないと、その時代の一人で感じられませんよね。心が感じたら、君はとても幸せなアホな旅だと思いますよ。私の帰り、アホに帰り。次はどんなアホになるのかな。半ば雪です。